皆様こんばんは、水谷瑞希です。本日もミュージックムーン、お休み前のひととき、お休み前の30分間皆様とゆっくりと過ごせたらなと思っております。そして今年最後の放送となりますので、いつも以上に丁寧に気持ちを込めてお届けしようと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで皆さん、年の瀬ですね。もう27日ですか。もう信じらんない。もうクリスマスがなんか休校のようにピューと行ってしまいましたけど、どんなクリスマスをお過ごしでしたかね。私はね、今年のクリスマスはなんだかケーキをよく食べたクリスマスでして、まあ友達と会ったりなんだりいろいろしたんですけど、まあよくケーキ食べたなっていうことで、今日のスカー衣装をちょっと着ましてちょっとおきついぞということで、結構放送前のおにぎりを、まあ、1個にとどめといてよかったかなって思っております。気をつけましょう。はい、まあでもとりあえず水谷瑞希は元気でございます。皆様もね、このまま元気よく、年の瀬を駆け抜けて、良きお年を迎えられますように、はい、願いつつ、まだ終わりじゃないよ、まだ終わりじゃないよ、はい、これから始まりますよということで、今日もミュージックムーン始まりたいと思います。本日も、私のワンマンデーということで、前回はね、もう音楽で、もう音楽で、ま、ほぼ MC なしみたいな、ちょっとやったことない企画をしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、今日はね、もう今年最後の総括ということで、まあ、いろいろ話そうかなとか、忘年会しようかなとか、いろいろお酒持ってこようかなとか、いろいろ考えたんですけど、まあ、でもなんかやっぱこの年の瀬にこう皆さんに これいいよっていうものをこうドーンとご紹介したいと思います。まあ、それはなぜ何かっていうと、甘酒です。はい、甘酒はですね、よくうちの母が夜中に私がまあ帰ってきたりすると出してくれるんですけど、これがね、もう本当美味しくって、これよく女性にとも言いますけどね、ぜひ男性にもね、甘酒の良さを知っていただいて、なんか甘いものが好きな方だったらきっとね、お口に合うのかなとか、うん、とてもいいことがいっぱいあるので、ぜひその辺の魅力をお伝えしようと思ってます。ということで、まあ、そんな甘酒の前は弦楽堂さんの CM です。どうぞ。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。はい、ということで、皆さん急に最近ちょっと寒くなりましたよね。まあでも寒くなっても昼間なんか暖かかったりして、東京はなんかちょっと寒暖差が1日であるから、結構こう体の調子を整えるのが難しいのではなんて思っているのですが、いかがですか。私はですね、まあそんな先ほどの母の話がありましたけど、まあ甘酒を常備してみようかなとここ最近思っておりまして、で常備し始めたらなんか結構ね、調子がいいですね、いろいろとね。まあでちょっとこの甘酒の良さっていうものを前にもね、ちょっとちらっと調べたんですけど、ちょっと今回はしっかりと甘酒の魅力を深掘りしてみようかなと思います。はい、まずは冬にこそ取り入れたい甘酒の魅力ということで、よくお正月なので神社にお参りに行きますと甘酒が振る舞われたりしますよね。最近はね、なかなかないかもしれませんが、今年ぐらいは復活してると嬉しいななんて思いますが、そんな寒空の下でいただく甘酒は本当に神様からの贈り物っていうぐらい美味しくって、体に染み渡って本当に幸せな気分になるんです。ぜひ見つけたら皆さん飲んでくださいね。はい、まあそんな甘酒、よく女性に嬉しい甘酒なんて言われていますが、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、ぜひご覧になってる男性にもね、魅力を知っていただいて、なんかちょっと興味持ったら飲んでみていただきたいななんて思います。
はい、まずは甘酒の効果について。甘酒は昔からもう昔も昔も江戸時代とかにもねよく飲まれてました。エナジードリンクとして親しまれてきました。今ではよく飲む点滴なんて言われて、手軽にコンビニとか、あとコンビニじゃなくて自動販売機にもね売ってますもんね。嬉しいですよね。まあそんな身近なものになっています。甘酒は酒と書いてることからアルコール入りと思われることが多いのですが、ここではノンアルコールの麹甘酒の効果的な飲み方をご紹介しようと思います。麹甘酒は米麹を利用した食品で、米麹が発酵することで豊富な栄養素だけでなく旨味成分もたっぷり含まれています。この旨味成分ってねいいんですよね。ビタミン、ミネラルが豊富で、私たちの体を動かすのに必要な9種類の必須アミノ酸が含まれていることから飲む点滴と言われています。9種類も入ってるんですね。だからこれ1個飲めばアミノ酸が9種類と取れちゃうんだ。すごいな。では次はね、酒粕甘酒と麹甘酒の違い。私はこれは知りませんでした。米麹で作られた麹甘酒にはアルコールが含まれていません。酒粕甘酒はお酒を使った甘酒なのでアルコールを含んでいます。ということで、私ね酒粕使った甘酒昔手作りしたことあるんですよ。母に頼まれてっていうか、これアルコール入ってんですね。やっぱね、あの日本酒好きなんです。でよく食前酒にドブロクとかね、あそれドブロク日本酒じゃないか、日本酒まあいいや、でも日本酒好きなんだけど、あんまり飲むと酔っ払っちゃうから、だからあの甘酒でこう日本酒の香りを嗅ぎながらこう甘酒楽しむっていうの結構好きだったんですけど、アルコール入ってんですね。知らなかった。甥っ子とか姪っ子に振る舞わなくてよかった。はい、気をつけましょう。でノンアルコールは、麹甘酒はノンアルコールです。はい、ノンアルコールの麹甘酒は子供から大人まで安心して飲むことができます。だからこれちゃんと見とかないとねいけませんね。そしてこれ甘酒美味しいんですけど、取りすぎに注意なんです、ね、とても甘酒は栄養価が高いんですが、それに加えて糖分も結構高い。甘いからね。そうですよね、ヤクルトとかと一緒ですよね。甘くて栄養価高いんだけど飲みすぎは良くないっていうね。なのであの美味しいからといってガブ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 いっぱい飲むのはちょっとね、気をつけましょう。はい、体重増加がの原因になってしまいますっていうのがちょっとすごい自分にこう今響いております。気をつけよう。はい、甘酒の3つの効果、ノンアルコールの麹甘酒の3つの代表的な効果をご紹介いたします。はい、1、酵素の働きで消化吸収をスムーズにしてくれます。米麹が出す酵素の働きで甘酒に含まれるでんぷんがブドウ糖に分解された状態になっているため吸収されやすく、効率よくエネルギーを補給することができます。いいですね、いいですね。また麹には一緒に摂った食べ物の消化吸収を助け、よくそんな助ける働きもあるので胃腸への負担を軽減する効果も期待できます。なるほど。まあ、うちの母はちょっとね胃が弱いんですけど、でもだからこそ甘酒を欲するんだなと思って勉強してましたね。だからちょっと胃腸の調子がないまいちだな、ちょっと甘いの取りたいなっていう時には甘酒はすごくいいんですね。なるほどね。だからそうか、だからちょっと食欲のない時そのどぶろくじゃなくて甘酒飲めばいいのかなね。いいかもしれない、やってみよう。私はね今はね夜中にやっぱ母にライブの後とか本番の後帰ってきた時にこう飲む習慣がついちゃってる、夜中に飲むことが多いんですけど、どうしてもこの寒い中だとお腹が空きません、夜にね、夜中に。でもお菓子に手を出したら危険だから、そこで甘酒に手を出すっていう風に最近はしてるんです。でも飲みすぎはね気をつけよう。でもお腹に優しいから、だから次の日の朝はすっきり起きるのかな。はい、では2つ目、血行を良くして美肌を促す。いいですね。甘酒に含まれるビタミン B 群はエネルギー代謝を助け免疫力を高める働きがありますので、
皮膚の代謝を助けてくれるというのも加えてあります。なので美肌効果も期待大ですということで、いいですよね。だからやっぱ女性が好きなのかな、ね、お肌にいいって聞くとちょっと飲もうかなって思いますよね。飲む飲む飲んじゃう飲んじゃう、特にこのこれから年末にかけてお酒とかね、忘年会とかあった時なんかはなんかちょっと小腹が空いた時の甘酒っていろんな意味でいいのかもしれませんね、うん、そして最後3番、腸内環境を改善して免疫力をアップ。いいですね、今インフルエンザ流行ってますからね、皆さん気をつけて。はい、甘酒には食物繊維に似た働きをするレジスタントプロテインという成分が含まれています。また善玉菌の餌になるオリゴ糖も含まれているため腸内環境を改善する働きがあります。腸の粘膜には多くの免疫細胞が集中していて、甘酒などの発酵食を摂ることで腸内環境が改善され免疫力がアップされることが期待できますということで、いいでしょうね。甘酒に食物繊維に似た働きをするレジスタントプロテイン、プロテインってなんかみんな最近こう取ってる人多くないですか？てか結構ねミュージシャンでもプロテインを取ってあのなんかすごい美しく若返って言ったら失礼な、美しくなっているあの知り合いがいてですね、あ、何プロテイン、まあそして筋トレもなさってるみたいなんですけど、筋トレとプロテインっていいんだってちょっと思ったところなんですけど、そのプロテインとは違うのかな、まあ自分で調べるよって話ですけどちょっと調べてみますけどね。プロテインもちょっと気になるところですよね。今度プロテイン調べてみようかな。はい、まあでもちょっとこうやってざっと話しただけでも甘酒のいいところいっぱいあるでしょ。ちょっと飲みたくなりません？あのね、でも結構甘いのでちょっと甘いのあれだなっていう時は私はね牛乳で割っています。あとね豆乳で割るのもおすすめだってかあの書いてましたね。あのぜひそのまま原液を飲むのがちょっと甘いっていうのは、甘いって方にはね牛乳割りやるとねちょっとねマッコリっぽくなりますよ。マッコリってお酒だけどね、マッコリも美味しいよねもうダメだ、お酒の方に話が持ってかれる、自分で持ってってるんですけど、はい、まあそんな大好きな甘酒を皆さんにちょっとでも興味持っていただけたらななんて思っております。甘酒の効果的な取り入れ方はじゃあ次のコーナーでお伝えしようかと思います。まずは CM 明けは生演奏かな。 CM どうぞ。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。日曜日は夕日が見えると憂鬱になる。大好きなお休みがもう終わっちゃう。もしも次の日が日曜日だったとしたなら、もっと楽しい気分になって、きっと床から浮いちゃうな。今日は早く夢の中入っても大丈夫。明日になればまた日曜日がやってくるから、明日も元気でおにぎりにたくさん作る。
手抜き済み、いつかのテレビで聞いたけど、僕にはもっと大事なものがあるんだ。作ってくれた紙風船、拾ったセミの抜け殻、ママが元気ない時にはこれをあげるんだ。ママが元気でハッピーでいてくれるのが幸せ。今日は何しよう、たくさん喜んでもらえるかな。時々いつも怒らせてばかりいるかもしれないけど、僕はママが大好きなんだ、それだけは分かってね。明日も休みだ、おにぎりたくさん作って出かけよう。オリバーソースも持ってあげたてコロッケにつけるんだ。ママが元気でハッピーでいてくれるのが幸せ。太陽と花とママには笑顔プレゼントするんだ。ありがとうございました、この番組の前の番組からずっと使っていただいております僕の宝物でした。それでは席に戻ります。はい、ということで今年はね、今年もですよ、こちらの弦楽堂さんのティンブロジェネロソちゃんとも一緒にこのミュージックムーンを作り上げてまいりました。1年間お疲れ様でございましたね。もう本当にいい音でしょね。興味のある方はぜひ皆さん大阪弦楽堂さんへ足を運びになってみてください、東京にいらっしゃる方もね、ぜひネットで弦楽堂さんのお店のウェブサイトとても素敵ですので、ね、ちょっとご覧になっていただけたらと思います。ネットで頼んでもすごくとっても丁寧に調整してくれた素晴らしい楽器が届くんで、はい、はい、ということで、ね、今年も一年ありがとうということで、もうね、いろんな相棒がいて嬉しいですが、こうやって番組を縁にこう1年間共にできるっていう楽器もなかなかないので、私にとっても本当に幸せなご縁でございます。ありがとうございます。来年もまた一緒にね、ミュージックムーンを作り上げていこうと思いますので、どうぞよろしくよろしくお願いしますはい、ということで僕の宝物でございました。まあそんな、歌つながりでちょっと宣伝しちゃおうかな。はい、来年といえば私のワンマンライブがございます。じゃじゃーん、イエーイ、ありがとうございます。はい、チラシをね、六本木クラップスさん、会場のクラップスさんが素敵に作ってくださいました、そちらを持ってまいりました。来年の、1月の19日金曜日、平日なんですが夜の7時から開演です、絶賛
あの予約受付中ということで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。予約あの ライブの詳細なのは六本木クラックスさんのホームページへいただきますと、詳細とともに予約ページにも飛べますので、ぜひそちらからご予約お願いいたします。はい、メンバーはですね、もう私のライブといえば最近はもうこの方にもう頼りっきりでございます。ピアノの原かな子さん、とても素敵なピアノなんです。そして水谷瑞希バンドのギタリストといえばこの方、宮崎大輔さん。そして、また同じく水木バンドで何度も何度も、叩いていただきましてお世話になっております、岡島、ドラムは岡島、じゃあパーカッションですね、今回はパーカッションでお願いしますって言ってます。パーカッション岡島俊春さんという、もうこのメンバーであるのは初めてですね。はい、あの岡島さん、宮崎さん、あの原さん、それぞれとは一緒にやってるんですけど、このメンバー、この3人が揃い踏みでやるってのはちょっと初めてなんですが、すごくいいサウンドになるのがもうね、手に取るようにわかる、うんうん、ということで、ぜひ、ちょっと温かいサウンドに包まれたい方、ね、自分で言うのもなんですけれども、本当に素敵なミュージシャンの方々とともにお届けするので、とても耳深な一夜になるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、もう宣伝でいっぱいコーナー使っちゃったまあいっか。甘酒の話に戻りますと、甘酒の効果的な取り入れ方は、私がさっき言った夜中ではなく朝がいいんだそうです。まあ、ちょっと説明しましょうか。甘酒はご飯よりも素早く吸収されてエネルギーになります。豊富な栄養素を摂ることで体が活性化し、やがて基礎代謝が上がっていきます。なので1日の始まるの朝食の代用におすすめです。ということで、あんまり朝食取れないなとか、ちょっと冷え性だな、絶対冷えてるなみたいな方は、甘酒をちょっと取り入れると、温めた甘酒ですよね、なんかすごい体がポッポポッポして一日なんか楽しく過ごせるんではないかなと想像いたします。まあ、私どっちいつも夜だけど朝飲んでみようかな。朝はねコーヒー派なんですけどね、コーヒー甘酒パンとか合うかな。いや違うね、白桃の代わりに甘酒飲めばいいのかな、寝起きに飲めばいいのかな。寝起きにいつも白桃飲んでるんですよ、お湯をね。白桃、甘酒、コーヒー、お腹ガブガブだけど、まあいっか、やってみたいと思います。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。はい、ということで、今年最後のミュージックムーン、なんかだか駆け押しで駆け抜けたような気がいたしましたが、まあいつものことですかねはい、ということで、楽しんでいただけましたでしょうか。先ほどの水谷瑞希ライブの六本木クラップスさんなんですが、ネットが苦手という方はお電話でも受付で募集中でございます。電話番号をねお伝えしますね。お問い合わせ電話番号03-6421-1263、 もう一回言いますね、03-6421-1263、 平日の12時から18時、お問い合わせ受付中でございます。18時を過ぎますと多分ですね、ライブとか始まっちゃって受け付けられないのかもしれませんので、ぜひ平日の12時から18時でお電話はお願いいたします。あとは、まあ、ネットはね多分24時間大丈夫なんで、ぜひ見てみてください。あとそれからね、ツイキャスライブ配信当日ありますんで、遠方の方ね、全世界の海の向こうの方々、ぜひ水谷瑞希ライブを見たい方はツイキャスだってライブ配信、こちらもね六本木クラップスさんの方に詳細載っておりますので、ぜひこちらもチェックいただけたらと思います。はい、そしてね大ニュースがあるんです。皆さん、来年のミュージックムーン、これまた豪華な1月になりそうですよ。なんと1ヶ月後の1月の24日第4水曜日にゲストさんがいらっしゃいます。
あの方です。神様がいらっしゃいます。神が降臨、ゲームの神様と言われております伊藤健二さんがいらしてくださいます。イエーイ。ということで伊藤健さんお忙しいところありがとうございます。また伊藤健さんといろいろお話しできるのが本当楽しみなので、皆さん1月24日チェックお願いいたします。そして年明け第1回目は1月の10日です。第2水曜日ね、それまで皆さんあまり食べ過ぎず、誰か食べ過ぎてもいいのよ、ね、いいのいいの、好きなもの食べて、ね、いっぱい寝て食っちゃね食っちゃね、あの楽しいお正月を過ごしましょう。そしてまたね皆さんとここでまたお会いできたら嬉しいです。2023年1年間本当にありがとうございました。そして24年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様何はともあれ元気にね、はい、あの過ごして良いお年をお迎えくださいね。水谷瑞希も良い年を迎えるべく精進いたしますということで、皆様良いお年を。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。